からもう松浦さんとかにも行こうと思ってます。浜崎あゆみさん出してくれってすごいっす。いやだって浜崎あゆみさんもとりあえず名前だけ貸してもらったら全然いいでしょ。いいっす。別にだってもう今 CM 出てるわけでも何でもないから。確かに、うん、テレビも出ないしね。そうだから当選しても出たかったら国会出てくれてもいいし、辞めるんだったらすぐ辞めてくれたらいいです。名前さえ貸してくれ、名前さえ貸してくれたらいいんですよ。全然問題ですよ。だから別に断られて断られては申し分かりました、じゃあ小田文さんでとかそんな話してでもそれをするだけでも話題になるじゃないですか。まあ確かに、ね、それだけでも僕が松浦さんにその話を持っていくだけでも松浦さんのチャンネル回るし、で多分松浦さんも誰か歌詞を政治に持っていかなきゃいけないってことは言ってるんですよ YouTube。だから別にエグザイルを辞めた人でもいいんですよ。踊れなくなった人たち。うん、確かに確かに。例えばですけど、今度の衆議院で、また1票いくらみたいな。はい、同じですよ。衆議院は1票、だから250人であれ6年分なんですよね。ああ、なるほど。で、衆議院の方が実は1票の年間は2倍になります。あ、2倍になる。参議院っていうのは1年は40円なんですよ。うん、衆議院は1票80円です。ただもう1年とかで終わっちゃった。もちろん最大4年なので参議院は6年確定なんですけど、衆議院は1年とか4年とか3年になるんで、うん、だから衆議院で3年持てば1票250円っていうのがあります。うん、4年いったらもっと高くなるんで、実は3よりも衆の方が価値は全然高いんですよ。1票の価値は高いんで、1枚目と2枚目入れてもらったらもう1000円を超えることがあります。なるほどね。1000超える、まあ1000超えることないか、まあでも750円ぐらいになりますね。じゃあちょっと次の選挙は11ブロックに YouTuber、 そうですよ、 YouTuber とか、だって浜崎あゆみさんなんかもう本当にいや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 出てくれるんじゃねえっていうか、出ない理由がむしろないんじゃないか。あゆだったら今井絵理子さんより取れるでしょ。取れるよとかレベルが違うじゃないですか、その出てくれる層がね。確かに。しかも音楽業界として多分押してくれると思うんで、しかも一人に絞ることないんですよ。北関東ブロックはあゆ、うん、南関東ブロックは大田区民。もうなんだったら磯野ちゃんも出ようか。磯野ぐらいだって出るかも。だから磯野ちゃんも出ればいいんですよ。大田区民がやめたら磯野ちゃんが上がるんですよ。できます。それをお祭りしたいんですよ。だって YouTube 再生回るから。もうね、 YouTuber 大喜びですね。いや、もう島田紳助さんとかもなんとかできないかなと思う。島田紳助さんワンチャンあるか。ワンチャンでしょ。だって選挙運動するのが嫌なだけなんですよ。確かに。でもな、戸籍貸してて終わりだから。これで実際受かりましたからね。もうまさにそう、僕ドバイに行って何持って行ったかって言ったら、彼の戸籍取るための委任状に彼の住所と名前書いてもらっただけ。それをするためにドバイに行ったんですよ。うん、だから僕はもうこれからもらうのは戸籍謄本の委任状ちょうだい。それはもうあゆであろうが、それはもう島田紳助さんであろうが、もうそれだけで皆さん僕が当選させますっていう。すごい。もう何もしなくていいんですから。